お母さんの病気療養のために北海道にいた音符ちゃんを見つけてほっとしたのもつかの間。みんな、お茶を入れたから一休みしましょう。おお、今日もダーリンか。それを言うならダージリンだよね、はずきちゃん。はずきちゃん、はずきちゃん、何？はずきちゃん、顔色悪いよ。具合でも悪い？ううん、なんでもないわ。はずきちゃんはそう言ったけど、カレンジョ学院では良くないことが起きていたんだ。それで藤原さんがね。おはよう。おはよう藤原さん。あ、向井さん、おはよう。昨日の宿題でわからないところがあるんだけど。どこ？え、本当に？そうなんだって。あ、たまき。なんですの？こんなとこまで私を呼び出して。カレンジョ学院の裏サイト？それってネットで悪口書いたりするやつやろ？このパソコンでやってみて。私、こういう下品なこと興味ありませんのに。っていう割にすぐ出たやん。ああ、ほんとだ。はずきちゃんの悪口がいっぱい。誰が書いてるのか知りませんけど、暇な生徒たちがそれ読んで騒いでるみたいですわ。え、どうして裏サイトのこと？タマコとかいう友達からじゃ。タマキーよ。マジョリカったら最近耳遠いじゃないの。うるさい。そう、水臭いな。そうだよ、友達なのに。心配してくれてありがとう。でも騒がない方がいいと思ったの。無視してればそのうちみんなも飽きると思って。それはそうだけど、味方してくれるお友達もいるから。そうなんや。向井さんって言っておとなしくて優しい子なの。ああ、入学したての頃葉月ちゃんが面倒見てあげてた子。うん。ってことで様子を見ることにしたんだけど、書き込みは収まるどころか。今日は私が紅茶を入れるわね。葉月ちゃんが見てないうちに裏サイトチェックっと。あ、何これ。矢田くんと葉月ちゃんの写真まで載ってる。ラブホテルから出てきた二人、ガキンチョが何を書いとる。いたずらじゃ済まされないわ。そんな。葉月ちゃん、ひどい、ひどすぎる。どうする？もうほっとけないよ。私たちは矢田くんに相談した。そしたら、あいつを泣かせるなんて絶対に許さねえ。俺も協力する。ほんまに？じゃあさ、私たちはおとり作戦で犯人をおびき出すことにしたんだ。葉月ちゃんと矢田くんをショッピングモールでデートさせれば、犯人は絶対姿を現すはず。矢田くん、ドレミちゃんたちついてきてくれてる？ちゃんとついてきてるって。それよりもっと自然に歩かなきゃ。うん。矢田くんたら、葉月ちゃんの手をあんなにしっかり握っちゃってラブラブ。ほんまやーって。ドレミちゃん、しっかり犯人探さな。ああ、そうでした。行くで。矢田くん、アクセサリー見てもいい？あ、うん。これ似合うかな。いいんじゃない。ああ、今携帯で写真撮ってた。あの赤い T シャツ着て帽子深くかぶった子でしょ。うっ、気づかれた。逃げるよ。追いかけよう。あ、ドレミちゃんたちが。藤原、ここを動くなよ。矢田くん、あの子どこ？逃げられてしもた。もうちょっとだったのに。矢田くんに協力してもらった作戦も結局逃げられてしまって失敗。もうこれ以上我慢できないよ。どう？ピーリカピリララ、伸びやかに。
呪文は？見習いと違って魔女は指バッチンじゃ。マジカルステージ、裏サイトの書き込みから葉月ちゃんを守って。魔法は裏サイトの書き込みを消し、そして犯人にも思いがけない影響が。なんと翌日、葉月ちゃんの味方だったはずの向井さんが倒れて保健室に運ばれたんだ。藤原さん、ダメよ、まだ寝てた方がいいわ。そんな風に優しくしないで。え？あの書き込みをしたのは私なの。嘘、向井さんはそんな人じゃないわ。そうでしょ？前にお父さんの会社が倒産してカレンジョ学院の中等部に入れなかったって話したよね。ええ、でも今は会社も大丈夫になったから高等部に入ったって。だけど中学の3年間ろくにバイオリンのレッスンを受けられなかったことは大きかった。私どんなに一生懸命練習しても藤原さんみたいに上手にはなれなかった。向井さん、その上成績が良くて誰からも好かれてて素敵な彼氏も友達もいる藤原さんが羨ましかったの。だから裏サイトの書き込みなんて悪いことだって分かってたのに、どうしてもやめることができなくて、ごめんなさい。向井さんだって友達よ。これからはリコちゃんって呼んでいい？藤原さん、葉月って呼んで。葉月ちゃん。みんなが友達になればこの世からいじめなんて消えるよね。